お疲れ様です。よーす。あれやね、新聞すごいね。福井大戦会もついに新聞デビューしてちょっとびっくりしましたけどね。えありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。やりましょうか。今日昼ぐらいからツイッターがずっとなんかクッパ姫の話ばっかりでなんかめっちゃ飽き飽きしたんですけど、なんだろうね。コンビニ強盗、そうか。アウトローで、アウトローなラップ集団のラップ集団になるわけだな。こいつだなやっぱ。一生ネタにされてるからな。リアルガチで一週間ぶりだから。あ、波動砲。愛の波動砲。愛の波動砲でわかる人いたらやべえわ。GG 佐藤っすね。え？ちょっと、危ない。いや、ほんと、ねえ、クッパ姫のあのネタをこう、やるのはいいんだけど、やるのはいいんだけど、なんだろう。なんか消費スピードがめちゃくちゃ速いから、なんかもう1週間経ったら話題から消えそうなぐらいの勢いやね、本当に。昔なんかね、ファンのモノマネ芸人の人でパリドンですよとか言ってファンのモノマネ一緒してたらなんか飽きられたっていうパターンが昔ありましたけど、絶対そんなパターンになりそうな気がするけどな。いける。今日はいける。今日はうまいよ、これ。え、ボス？え、何これ。え、ちょっと待って。知らん。ちょっと待って。これ強くない？よしよしよし。愛の波動砲。よし。今日はこれうまいよ。今日はうまいよ。あ、電気工なんね、あの人。モノマネ芸人。まあだからちょっとね、やりすぎはやっぱり飽きられてしまうっていうのがあるんで、やっぱりね、良くないと思う。ほどほどでちょっと。ほどほどが一番だよね、やっぱ。ちょっと待って。なんか、強いんだけど、こいつ。ちょっと、ゴリ押しやん。ゴリ押しよくないよ。はい。ちょっと待って。波動昇竜のドラゴンより、ちょっと待って。なんか、食ガニスト。あ、ライフアップ。はい。ライフアップ取れたで、お前。
はい、これが俺のゼノギアスだ。どうやって降りんだっけこれ。ちょっと待って、降り方わからん。あ、上ね。 OK。 いやー来てるね、かなり。おお、めっちゃ増えた。ランジック回復回復回復、食え食え、餌だ。はい、うまい。はい、うまい。はい、全開。完璧。100点。理想的な展開だね。100点の、100点の勝ち方。ゴリ押しって、あれ、RTA でもゴリ押しじゃないの？違うのかな？はい、来た。今日こそね、このトラウマを。そんなに超特急でもないよね、このスピードって。俺の舞台を。小僧、ちょっとは楽しませてくれ。まあゼロウルバリンはゼロ有利だからね。どこ？あー、破断撃。あ、え、嘘。え、あ、あ、ちょっと待って。え、勝てるやん。え、え、これ消せるんだ。初めて知った。楽勝やん、楽勝やん。おいおい、はい、うまい。はい、あー、うる。S ボタンと、うわー、ちょっと待って、流星キック垂直落ちるってないよ。なんかヘップレよりもあれだね、あいつファルケの、ファルケのなんか軌道変更みたいな落ち方。ちっとは楽しませてくれんだろうな。ガードしたら多分こっち有利なんだけど、このゲームガードないから。え、ちょっと待ってよファルケ、これでしょ、野球をやる感覚。ほら、はい、フクーラ。俺は X 崩壊のフクーラ。パンダ製造機。いやー、ちょっとファルケ、ファルケ、いやー、でもファルケ、はい、野球。なに、野球大会やんの？リアル野球、リアル野球やろ。 e スポーツリアル野球、 e スポーツ大会でリアル野球やろ。球場借りて。嬉しいぜ、久しぶりの戦いだ。まあ今日は真面目な話飲んでないから。あ、まあちょっと飲んだんだけど、いつも以上に。いやー、ちょっと待ってよ、ショージャンプは知らんよ。ショージャンプのムーブは分かんないよ。ほらー、アンダーフェード機、アンダーフェード、あー、ファール。はいはい。じゃあちょっと超特急待ちで
はい、はい、うまい。マスターこれうまいね。いつもやってるけどマジで。じゃあ本当にあのよくわかんない居酒屋みたいなのでくぐってる感じの人がすごいです。いやーマスターこれ美味しいねーって。美味しいなこれ、うまいねーって。マスターあーい、はい、ブルバリン、これは余裕なんじゃない、勝てるんじゃない、このパターン。え、これだけでしょ。はい、え、ちょっと知らん知らん、それは知らん。え、何今の。あー予告編、予告だった。だからそれ、いやゆりおか超特急、あのプロレスの誰だっけ、天山、違うな、忘れた、天竜かな、真似するしな。あーでもここら辺めっちゃ上手くなってる。ノーダメ、てかもうゴリ押しでいいんじゃないかっていう気がすんな。あ、ほら楽楽楽だよ、結局乗り捨てするんだったら変わんねえよ。はい、全開状態で。ああ痛い、このペケンっていう音が、あ、ああはい、何もなかった。アンダー製造機、よし、超特急、超特急は。ちょっとは楽しませてくれんだろうな。ダメか、引けないか。ああだからショージャンプはいけないって。野球、そうか、アンダ製造機、アンダ、アンダ、アン、違う違う違う、ファルケ、ファルケやめろ。お前動け、働け、あーファルケ、ファルケゼロは10ゼロ。あー痛い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 。あ、これでもうわっちってうっ、ツーウェイですね。スト5でツーウェイ打つやついないからな。ちっとは楽しませてくれんだろうな。いやだから多分次調整入ったら多分
っと打ってよ。あーで、あーあーお前上行くの。いやあもう、いやでもライフ差的には互角ぐらい。はい、グラ、はいはい、2000本、こんなノック。ああ痛い痛い痛い、助けて。俺を殺してくれ、俺を殺してくれ。だからその予告編、ちょっと待って、これ、なんか覚えてる、これ、ちょっと待って、なんかどうすんの。あーそっち、うわー、ちょっと待って、よく、カウンター持ち、いやーちょっと待って、いやールガールやったね。ルガちょっと待って、ゴーケンにファルケにルガール、ルガールじゃん、ルガール強いよ。アレクも強キャラかな。どっちかっていうとザンギっぽかったけどな、あれ。あー確かにジェノダイブカッターとか考えると、あ、違うお前はここにいるんだ、お前はここにいていいんだ。はい、はい、直が、はい、直が、効率化の犠牲者。はい、よいしょ。いや、ちょっと今の危なかった。ああ愛の波動砲、よし、超特急待ち。まあ今日はねちょっといろいろ、ちっとは楽しませてくれんだろうな、いろいろ勉強してきたんで、ああ勉強の成果が出てない、一生出てない。はいはい、おい攻撃しないと死ぬぞ、お前攻撃しないと死ぬぞ。はいはいはい、ウルバリン、はいはい、ああ当て身技、当て身持ちね、すげえな、何でもある。これいけんじゃない、いけなかった、いけないよね。なんとなくなんかすごいいいとこまで行ってんだけど、いいとこで終わるみたいな。あ、
超特急であの世に送ってやる。あ、来た。いただきました。超特急いただきました。超特急いただきました。ちょっと待って、相打ち OK じゃないけど、はい、ああ違う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 、ハンダーミスだが、ナイス的には互角、ちょっと勝ってるけど当たった。あ、ちょっと待って、あー読み間違えた。いやー、ノー特急、ノー特急っすね。いつもちょっとね苦労させてるよ、本当に追いつかせちゃってね。ちっとは楽しませてくれんだろうな。ブーッ、はい、ああだからファルケやめて、ファルケ、ああ、ちょ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 、なんで竹谷にジャンプしたお前。竹谷ジャンプいらないから今。当て身、こいつ当て身持ちずるいわ。当て身、怖い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 。当て身持ち、当て身持ち、あ、いけんじゃね、いけんじゃね、はい、うい。いい、どうや、思ったよりも早く終わったな。3年前66C ですね。敵に近い連続技を、これ3年前やった時多分ね、ニコニコやってやってた時3枠ぐらい使ってたから、多分1時間半弱はやってたねこれ。いやー、それをちょっと3分の1以下で、クリアできるようになったっていうのはやっぱり人間性能が上がったんかなっていう。これで明日からね、対空もしっかり見てプロブレム X に近づけるベガ使いになれると思います。ということで、この後どうなんだっけ、エプリフォースが宇宙港に集まってきてます。ズギス、ダメ、行かないで、ゼロ、あなたと兄さんが戦うなんて伝えられない、ズギスする、どうしようか、ちょっとやってみようか。もうなんか週1でやるってことになったから、まあそこそこ時間ちょっと使ってちょっと進めていこうかなって。はい、ワンナップ、やったっけ、でん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 、グキャン、グキャン、なんだこれ、
はい、うまい。理想的。全部当たってる。ちょっと待って、いた。ちょっと待って、これも原作再現張りの、はい、来た。なんだっけ、誰来るんだっけ、こっからね全然覚えてなくて。あー、カーネル埋もれだ。一度本気で戦ってみたかった。ちょっと待って。お前も。ちょっと待って、あれこんなんだっけ。タバーチ性能めっちゃ強いな。確かにな、 C プラスぐらいはありそう。あれ C マイナスだっけ。 C マイナスはめっちゃ高か。ちょっと待って、バージュルやん。強い、君強いよ。ちょっと待ってよ、疾走居合で雷落ちてくるから、落ちて、あ、そうか、ポケモンフラッシュ。あー、ちょっと当たんないんだけど、当たんないんですけど、はい、はい。これいけるんじゃない？ここもいけるって。大丈夫よ。大丈夫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 なの？大丈夫。うん。よいしょ。いけるいける。ちょっと待って、この団子は地味に強いんだけど。あ、ほんと溜まってる。そういうことね、そういう使い方ができるわけね。エネルギータンク、エネルギータンク蹴散らずに。よいしょ、はい。オッケー、余裕。割と攻撃パターンは見えたから、攻撃パターン見えたから大体の攻撃って予測して動けばどうにかなるんじゃないかなっていう。あー、危ない。で消えて疾走居合するから、で、ああ、そうか、パターン分かった、パターン、パターン切って切って、ここ切りかかってくるのは分かってる。ああ、そうか、なんとなくな、消えたらまずはワープ切りを警戒して、でからサガットモードか、サガットモードか、あー、なんとなく、
あ、わかった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 、だいたいわかった。オッケー、わかった。はぁ、端っこで構えた時はサガットモードになって、で真ん中で端っこで消えた時はあれだ、雷か疾走イヤーになるか、疾走イヤーじゃないよ、疾走イヤーでいいか。でも開幕はサガット放題モードだから、でここで切りに行って、でこう構えてるとサガットモードになるわけだ。構える、え、構えてねえよお前、構えろよ。でここで消えたらサンダーモードで、でこれサガット、普通のジャンプでいけるな多分。あ、あ、違うやん。でもだいたいなんか動きは 3種類の動きしかしてないのが分かった。なんだろうな、多分ね、絶望的に足りてないものが危機感、危機感が足りない。こうなんかクッパ姫がどうのこうのとかほざいてるから、その集中力がちょっと途切れかけてるのが悪い。いやー、分かってくれた。お前には危機感が足りないねーって。なんかこっち来んな。こっち来んなって。トグロ割とね、幽遊白書だと好きなキャラなんですけどね。一度本気で戦ってみたかった。あぶ。あ、そうか、開幕はもう、ね、二段ジャンプしてんだよ、二段ジャンプしてんだよ。100% 中の 100% だからね、ちょっとまだ 20% ぐらいしか出してなかったからな。ちょっと 60% ぐらいでいきましょうか。ああ、違う違う、間違えました。構えて、どうすりゃいいんだろうな。あ、しゃがみが、しゃがみがない、このゲーム。これいけんじゃない？この2発目が当たる。当たん、ダメだ。あ、わかった。ああ、このパターンだ。え、知らん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 。いやー、なんだっけ、これ。フォクシー、フォクシー。ほんとな、ルガールとかフォクシーとか、KOF キャラをちょっと入れてくの、勘弁してくれよ、ほんと。ストリートファイターしかやってねえんだから、こっちは。
もう避けることに専念しようか、これ。ここは避けることに専念して、ボクシーのなんかマックスでなかったっけ、そういうこういうの。気のせいかな。避けられない。さっきよりも成績悪い。あのサガット避けられたらあるんだけど、サガットがね、あれもね、あのライフタンク使えばね多分余裕でいけるんだけど、みんな多分それを求めてないから、っていうかもうそれやったら多分めっちゃバカにされそうだからやめます。普通に真っ向勝負で賢者390で、勝負ね、フューチャリングにがり新ペーターとかやってるからな。本気で来い。最初はもう無視でいい、こいつはいいよ。で消えるから蹴ってくるから、ここ殴る、もう無視、これは無視、このパターンは無視。このパターンだけ、こいつ相手しない。もうで切ってくるから、ここを、はい無視、はいはい、学んできてる、はいはい、構えてる、はいはいはい、負けない試合だから、負けない試合が大事。青さん曰く負けない試合が大事。あ、いや、ちょっと待って。あ、いけるんちゃう？えい、なんだぞ。あーちょっとね、10回以上死んで、なおさらあんな、こんな寒い立ち回りで時間がなっちゃうんですね。宇宙に飛び立ってしまう。もうちょっとね、めちゃくちゃ超特急の立ち回りだったらもしかしたらまあ似合ったのかもしれないけど、ちょっとまだ僕にはそんな実力はなかった。あ、いいですね、コース咲いてくれ。兄は満足して死んでいったとはな。さらば出てろ、カーデル。これ巻き込まれてる系じゃん。もうライフももうちょっとしかないのによく耐えたな。おめでとう。ほんまおめでとう。いやー、20分で2ボスはかなり今回好成績ですよ。
ちょっとこの後の展開だけチラッと見て、あれ、レギュラーハンターたアイリスがいない。ということで今日はここまでですね。いやー、思った以上にいいとこまで進んだな。よかったよかった。ということでですね、まあ今日はこんなところで、終わりにしたいと思うんですけれども、まあなんかなんだかんだで毎回なんか10人程度ちょっと来ていただけるのはすごいありがたいと思いますね。まああのバックナンバー多分ツイッチで週1でやってるんで、バックナンバーちょっとどうなってんのとかっていう人いるかもしれないんですけど、それは前も言った通り YouTube の方に上がってますんで、また見れる方は見ていただけたらと思います。ということで今週はここまで。アイリスも結構苦戦したような気がしたんだけど、まあどうかなってわからないんですけど、まあ頑張ってみようと思います。今回どこが、まあ毎回思うけど、どこが面白かったのかわかんないんだけど、青さんがクリップ上げると意外に面白いみたいなパターンがあるんで、またちょっと皆さんで面白いところを出していただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。ということで今日はここまで終わります。ありがとうございました。